では最後に、本日最後の発表になります。第17番、スメチュ・バルバーロさん、ウクライナ日本センター。テーマは、音楽のタイムマシン。Участница номер 17 Семенчук Варвара, студентка Украинского японского центра. Тема промови музична машина часу. タイムマシンで旅するたった5秒で過去に、現在に、
現在に、そして未来にさえも行くことができるのです。もし皆さんが何かのタイムマシンに乗って自分の過去を旅するとき、笑顔になって未来に飛び込む力が出てきたら素晴らしいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。